本で成功した人はみんな武士道の上に商売の道徳を見せた。じゃあそういうのはどういうものかっていうと、社長、おお、視聴者さんから質問が来てるんですが、はいはい、よろしいですか。何先日、はい、因果応報から抜け出す方法という、あ、やったな、うん、はい、その動画について視聴者さんからコメントをいただいておりまして、うん、商売の話が出てきましたが、はい、もう少し深く聞きたいです。松下幸之助さんも深く影響を受けたと言われる梅岩の衝動、石門神学など商売の法則について教えていただけないでしょうか。石門神学にとまず特化すると、日本の石門神学っていうのは石田梅岩という人の思想で、これは日本の商売の道徳なんで、基本は武士道、武士道が基本になって、武士道的な商売観が石門神学。石門神学っていうのは石田梅岩の門下生たちが広めた石田梅岩の思想の心の学だってことなんだよ。だから心の学の神学が衝動の根本になっていると。これが日本の伝統で、基本図書としては問問答とか、はい、それ石田梅岩と弟子との対話集、こういうのが一番役に立つよ。あと倹約論というのがある、はい、この倹約論とか問問答、こういうのを読むと石田梅岩の思想というのは非常によく分かる。で、根本は武士道が生み出した商売で、日本の商売はほとんどそう。あともう一人偉大な出光佐三なんかも、出光興産に掲げてたモットーは四魂商才、武士の魂を持って商売の才能を伸ばす。つまり石田梅岩の石門神学と全く同じ。だから日本で成功した人はみんな武士道の上に商売の道徳を乗せる。じゃあそういうのはどういうものかっていうと、簡単に言うと自分の身を殺して地域社会の役に立つもの、人々の助けになるもの、そういうものを商売として必ず扱うというものが石田梅岩の言う商売道徳で、これが日本人の普通の商売道徳、それが書かれているのが問問答とか倹約論で日本の中心になっている。だから日本はまずそういう商売道徳から始まってるんで、割と商売が終わった後引退してから慈善事業に走る人はいないじゃない。そうですね、慈善日常にどうして走らないかというと、日本においては商売そのものが人々のためであり、地域社会のためであり、他人の役に立つものをやろうとしてやってるから、蕎麦屋一個でも。だから近所の人がもう その蕎麦を食わねえと幸せになれないみたいな蕎麦を作ろうと思って作ってるから。だからもう蕎麦屋はもう引退するときにはもうあとは老後を過ごすだけで、慈善事業をやんなきゃいけないとか、アメリカみたいな考えないわけ。アメリカっていうのはアメリカンビジネスといってみんな知ってると思うけど、ビジネスが人間の生活から独立してるわけで、金儲けそのものが善なわけだから、例えば有名なジョン・D・ロックフェラーなんかはスタンダード石油を作るまでにどん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 力の弱い中小企業を合併してって、首くくった中小企業の社長だけで200人いると言われてるよ。そんなにいるんですか。そうだよ、そのくらい激しい乗っ取りと繰り広めてスタンダード石油を作ったわけ。大企業という、はい、この過程がアメリカンビジネス、カーネギーも同じだから、アメリカ人の場合は事業で金儲けをゴーンとしちゃうと、次はやっぱり人間だから、やっぱり人を泣かしてきたことが分かってるから、金儲けが人を泣かすことだったわけだから、必ず慈善事業にて、まあ、罪滅ぼしだよ、キリスト教の信仰と。でこれをなんか日本人はだから偉いみたいに思ってるけど、とんでもないわけ。もともとそういうビジネスをやってたとか。で日本人は違うの。どんなにつまらないビジネスに見えても、みんなやっぱり誰かの役に立ちたい、人の役に立ちたい、そういういろんな石門神学的な考えから出てるから、そういう考えでやってるんで、商売に誠心誠意打ち込めば、それがそのまんま社会のため、国のため、周り近所の人のためになってるわけ。そういう道徳が石門神学で、これはちなみにちょっと言っとくと、アメリカンビジネスが特殊なんだよ。だからこれが今世界中を覆ってるけど、結局金を儲けりゃいい、大企業が素晴らしい、金さえ儲けりゃいい、効率が良ければいい、これはアメリカンビジネスなの。でアメリカだけの考え、でもアメリカが強かったから今世界を覆ってるわけ。
だから日本人もヨーロッパ人も侵されてる。でもヨーロッパも同じだったわけ。ヨーロッパも日本の商道と一緒で、ヨーロッパは何かというと商売道徳が騎士道から生まれてきたわけ。だからやっぱりキリスト教の精神を人々のために役立てるために、キリスト教の精神の文化が商売だったわけ。だからそういう道徳がヨーロッパもあったわけ。これは例えばトーマスマンという作家のブッデンブローン家の人々という、すごく素晴らしい本がある。ブッデンブローン家の人々なんか読むと、あれは500年にわたるリューベックの商人の最後のアメリカンビジネスに押されて20世紀にその一族が滅びるんだけども、その滅びる過程をずっと文学にしてるんだよ、トーマスマンが。その過程を書いてた文学なんで素晴らしいから、これにヨーロッパの本当のヨーロッパの衝動が書かれてる。だからヨーロッパも日本と同じだった。みんなだから商売そのものが、地球の役に立つ、地域社会の役に立つ、国の役に立つ、周り近所の役に立つ、そういうものをもともと商売として選んでるわけ。アメリカ人の選び方は違うの。効率がいいもの、金が儲かるもの、社会を支配できるもの、こういうものをもともと選んでるの。で、それによってできたのが大企業と呼ばれる。これ世界で一番最初にできた大企業はカーネギーから発展した US スティールという製鉄会社ができて、アメリカンビジネスが頂点に来て、あとは、ロックフェラーのスタンダード石油もそうだよ。それから、ジェネラルモーターズが生まれて、もう世界をアメリカンビジネスが支配しちゃって、でまあ日本もヨーロッパもその金儲けのうまい汁をちょっと預かって、まあ、みんなが自分たちの文化を忘れてアメリカンビジネスに走っちゃった姿が今の姿だ。だ投資とか金儲けとか全部それで、あと無限経済成長、もうどんどん経済を成長したってどんどん稼いでっていうのは、あれが効率主義がアメリカンビジネス。これは石門神学の衝動とかヨーロッパの騎士道から生まれたキリスト教的衝動だよね。これにはないですよ一切。だから昔のヨーロッパ人も、引退後慈善事業なんかに行く人はいません。慈善事業なんていうのはアメリカンビジネスが生み出した罪滅ぼし。今のお話を聞いてると、はい、この間因果応報のお話の中でもありましたけれども、はい、正しく顧客のためになってれば本当に稼げるというお話あったじゃないですか。だからあぶく銭じゃないよ、ちゃんと稼げるという、ちゃんと稼げるということですよね。でもそのアメリカンビジネスでも結局ちゃんとやってればこのロックフェラーとかカーネギーみたいに稼げるわけですよね。いや、この稼ぎはちょっと話が別、はい、違うんですか。あぶく銭の、はい、なんていうんだろう、稼ぎじゃない、日本人とかヨーロッパ人の言う稼ぎ、だから稼ぎってのは生活の糧だから、はい、そういうレベルじゃない。もう1円でも多く稼いだ人間の勝ち。だからこれはもう稼ぎというあのは効率主義でもう飛び越えてるわけ。だからまあアメリカンビジネスなんかに染まった人間は日本でも何兆円、何十兆円、何百兆円儲けても満足しないよ。もう無限地獄だ。効率だけだから、効率とお金の計算だけだから。俺が言う稼ぎっていうのは別に自分がちゃんと自分の考え方をある程度やって、家族を養って、近所の人と付き合って、普通に買いたいもん買えて、普通に生活できればいいっていうのが稼ぎで。本当に自分の身を殺して、人々のこう助けになるように。例えば今言った蕎麦屋なら、近所の人がみんな喜ぶ蕎麦を作れば、必ず儲かる。俺は言ってるのは、それでスタンダード石油ができるなんて言ってるんじゃないんだよ。必ずその蕎麦屋さんが、幸福に暮らせるぐらいは儲かるという話をしてる。アメリカンビジネスというのは効率主義であり無限経済成長であり、もう儲けって言っても嫌な言い方するけど、嫌な言い方ね、人類が破滅するまで止まらない儲けなの。もうどんなに儲けても満足がない、仏教用語でいう無限地獄、これがアメリカンビジネスの経済学。今日本も侵されてる。日本ももう大臣も全部もう経済成長しか言わない。どこまでじゃ経済成長するのか、人類が滅びるまで止まんないよ。でそのためにまあどうするああするなるわけ。だから俺が言う本当の江戸時代みたいに、みんな儲かる人はちゃんと働いて儲かるけども、循環経済といって普通の経済は別に滅びることはない。なんとなくわかる。ガリガリ亡者になってはいけないっていうことですよね。そうだよ、アメリカンビジネスだからガリガリ亡者だと、はい、でそれを悪いと思ってないのよ、はい、
頭がいい、効率がいい、あのいい言葉で表してるよ。あとは日本とかアメリカも今ごまかせなくなってきて、今、まあ、嫌な言い方するとごまかすのが社会保障、経済成長して儲けてるからああいう社会保障もできるんですよっていうことを、アメリカも今日本もそれでもって自分の罪の償いをしてる。でも 無限経済成長は必ず人類ごと滅びるから、だって滅びるまで止まんないんだから、どうにもなんないよ。そうですね、うん、一番有名な人はだから出光佐三、出光佐三ですね。だから、はい、松下幸之助とか、うんうん、日本はもう多いよ。うーん、日本人の実業家はかなりの成功者でも、はい、まあ俺今73歳なんだけど、はい、俺が例えば20代までだ、50年ぐらい前までは成功した実業家の 90% は正しい伝統的な石門神学的な考え方で、世のため人のため国のために事業を始めた人たちが多いから、有名なもう大企業を作った人たちは出光佐三、これは松下幸之助、これ代表者だよね、双璧だよ。社長が勤めてらっしゃった三崎船舶の、まあ、大企業じゃないけども、はい、三崎船舶の社長も同じ、うん、三崎船舶の社長が、平井堅さんでね、はい、平井堅さんが海軍中尉やってたんだけども、戦争に負けて帰ってきて、ね、で日本国はあの当時、太平洋戦争で船全部沈められて、もうほとんど船がなかった。これから日本の復興に対して、これから日本が海外貿易をする意味でも復興するためには何をすべきかと考えて、あそうだと、必ずもう全部沈められちゃった船をもう一回作んなきゃなんないということで、小さいながらも自分の力で城ヶ島の遠い面にあったんだよ、に船橋といって、船を上げるレールね、これを自分の力でレールを引きながら作った会社が三崎船舶工業だから、やっぱり世のため人のためですね。だから発想がそれなんだよ。だから同じ造船業でも金儲けのために作った造船業もあるんだよ。これがアメリカンビジネスなんだよ。効率計算で、この効率計算から始まったビジネスは何百億円、何千億円、何兆円儲けてももっと儲けるって止まんないんだよ、うん、でも今言った三崎船舶とか、あと、松下幸之助もそうだし、出光佐三もそうだよ。あの人たちのビジネスはあるとこまで行くと止まるの。自分のできる範囲で国のためにも尽くし、人々のためにも尽くせば、もうある程度の、ま、満足感っていうのはちょっと言葉おかしいけどあるわけだから、地獄に入っていく人はいないわけだよ。だから慈善事業もしない。慈善事業なんていうのは基本的にそういう国のため地域のためにやってないから後でやるんだから、儲かった金で。そういうことなんですね。そうだよ。アメリカンビジネスにこうビジネスそのものが侵されちゃってる。じゃあ商売を学びたかったら、はい、この石田梅岩の問い問答、うん、だこの辺りを読めば、うん、あと石田梅岩というその学者の研究というか、人生がどういうものかとか、はい、考え方がどういうものかっていう本もたくさん出てるから、はい、そういうのを読むと日本の商売は何かも分かるよ。商売っていうのは、まあ、武士道っていうことなんですよね。日本ではね。日本は商売も武士道が、はい、根底にある。日本は全て武士道がある、はい、日本の宗教も武士道が根底にある、うん、はい、あと文化も、はい、自分の身を殺して人々の助けになるものという、それから忠義の心が必ず何か の根底にあるということだから、恩とか忠義、親とか身内になると恩という概念になるけど、他人だと大体忠義、目上の人に対しては忠義になるわけ。忠義の思想と恩の思想が武士道を築き上げてるわけだから、これは騎士道も同じだよ、はい、だからヨーロッパの、だそういうのがないのがアメリカの思想なんだよ。すごくわかりやすいですね。だからアメリカは計算だけなんだよ、はい、数字だけ、数字なんだから、はい、逆に言うとある種の悪魔っていうか、もう止まるところがないわけ、うん、そうですね、どん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 ですもんね。次の年に100兆円儲けたとしても、次の年に110兆円儲けなかったら破滅するわけ。大企業みんな何兆円って売り上げやってみんな潰れてんじゃないの、はい、なんで潰れるって、あれだからビジネスの根源がアメリカンビジネスだから、ね、うちなんかの方がよっぽど言ったりしてんじゃんな、そんなに稼いでないけど。で文化事業だってうちなんかいろんなお金にならない、国の将来のための文化事業とかうちたくさんやってるじゃない、美術とか、はい、全然お金関係なくね、
あれだってある程度企業もこの程度になって、あの金銭的に余裕があるからどんどん文化をやってるんで、別にだから、年取ってから何慈善事業でなんてやる必要ないわけで、だって事業の一環として金儲けじゃなくやってるわけだから、すでにやってるわけですね。それがだからこの事業の考え方の根本も責問心なので、まあ、日本人として当たり前の、いい会社に勤めさせていただいてます。そうだよ、そうです。昔はほとんどそうだよ、昔ながらのですね。うちは割とそういう考え方、はい。でももううちがアメリカンビジネスを始めたらもう本当にどこまで行ってももう何もやる余裕ないよ。もうお金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 だけだから、でみんな破滅してんじゃない、金持ちほど追われてるもん。俺が結構金持ちに見えるって言われてるのは余裕があるからだよ。大して持ってるわけじゃないんだよ。だって金持ちなんてみんな金稼いだら毎月もっと稼がなきゃなんねんって、もう大変だもんみんな。もうご苦労さんって感じだろ。何やってんだろうって。だからどこまで行ったったらダメなんだよ。そうですね。心に余裕が全く見えないですね。そうだよ。社長いつも言ってるんですもんね。あ、そうだよ、はい。別にあの昔の実業家みんなそうだよ。また立ち返って読んでみたいと思います。はい、武士道の精神で商売を考えれば分かるんですよ。分かりました、はい、ありがとうございました。